はい、ランニング食堂です。本日は日本選手権1万メートル、昨日行われた日本選手権1万メートル見させてもらって、とても走ってる選手の力強さというか、まあ走るっていうのは素晴らしいなというのを改めて感じまして、まあ僕もランニングという分野で、まあ、仕事をしているということで、レベルは全然違うんですけど、感動するところがあったなと思います。まあ、そんな日本選手権1万メートルなんですけど、レースとしてはですね、1万メートルが1組2組で、行われてたんですけど、その2組目で走った相澤晃選手が27分42秒85で2年ぶり2度目の優勝ということで、まあ、トップは相澤晃選手ですね。で、2位が相澤選手のライバルっていうのかな、伊藤達彦選手が入ってきているというような形です。まあ、この日本選手権1万メートルなんですけど、世界選手権の参加標準記録に、世界選手権の参加標準記録を狙うレースだったみたいなんですけど、まあ、その参加標準記録が27分28秒というところで、今回優勝した相澤晃選手も15秒ぐらい届かず、27分42秒なんで、15秒ほど届かず、まあ世界選手権の標準は切れなかったということです。で、この次のレースが国連ディスタンスチャレンジになるみたいなんで、標準記録を切ることができれば、世界陸上内定になるみたいですね。一応そのね、その世界選手権の代表に入るには、参加標準記録27分28秒これを突破していることと、日本陸連の定める、大会で3位以内に入れるっていうのが、3位以内で入賞するっていうのが世界陸上代表の内定の条件になるみたいなんですけど、これによって相澤選手と伊藤選手と、あとは3番に入った、市田選手に関しては参加標準記録を、公認記録になるのかな、国連とか多分日体とかもいいんでしょうね、きっと。はい、そのあたりで27分28秒を突破すれば、この2つ目の、日本陸連の決めた大会の3位以内というのには入るので、そっちの条件を満たしているので、あとはタイムさえ突破すればというところらしいです。一応ね、その参加標準記録を突破しているのは田澤選手は突破してるんですけど、今回は3位以内に入れなかったということで、またこの大会で3位以内に入るっていうのが、内定条件の一つになるので、まあそれぞれ、相澤選手、今回3番以内に入った3選手もそうですし、まあ、田澤選手、参加標準記録を、突破している田澤選手に関しても、もう一つの参加条件を突破する必要があるというところで、現在はまだ代表に入れて、代表内定にはならなかったというようなレースみたいですね。はい。いや、もう本当にね、このレベルになってくると、もう僕ら素人、その陸上、素人じゃないけど、よくわかんないですね。もう28分切れないことには、28分切れないと一流とは呼ばれない世界と、はい、いうことで、昔からそんなんでしたっけ？僕がなんか陸上競技やってる頃って、もっとなんかレベルが、やってる頃って言ったら変ですけど、競技者としてやってた頃っていうのかな、まあそれが高校生なんで今から10年ぐらい前なんですけど、まあ、10年ぐらい前ってこんな早かったでしたっけ。皆さん2010年の日本記録ってどのぐらいなんだろう。すごい、もうどんどんとレベルが上がってるような気がしてて、面白いというか、もうわからない世界になっていきますよね。だって28分、1万メートル28分切り、27分台じゃないと多分評価もされない世界になってくるんでしょうし、28分を切ってもダメで、そこからさらに、27分30秒、27分28秒切らないと参加標準すらも切れないと。だって28分、1万メートル28分って5000メートルの通過は14分でいかないと28分いけないですし、この時点でエグいですし、27分台ってなったら、通過の5000メートル、後半の5000メートル、どっちも13分59秒で通過しないことには27分台いかないってことで、なんかこう、恐ろしい世界ですよね、こう。
なんか一昔前はなんか14分10秒ぐらいで 5000m 走ってたら結構一流なイメージあったんですけど、もうそれでそのタイムですら1万の5000の通過でしかならないということで、なんかすごく日本の未来は明るいなと日本の陸上界は明るいなとなんか個人的には思いました。いやーなんか分かし、その分からない世界というか、うん、面白いですね。もうレース見てるだけでも全然ねスピードがね違うというね感じがしてて、ちなみに参加標準記録が27分28秒なんで、これで言うと13分40秒台かな、 5000m を13分40秒台では通過しないと、あーでもそんぐらいになるのか、うん、5000m だけのレースで、トップ戦、日本のトップが多分13分10秒とか13分20秒とかなので、まあまあまあそのトップ選手からするとその13分40とか50の通過はそんなになんかきついなって感じではないんでしょうね、きっと。わからない世界になってきておりますね。もう選手のそのこのスピードで維持できるっていうのがね、もう精神を削って走られてるんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな、日本選手権1万メートルなんですけど、とある事件というかとあることが起こってたみたいで、それがこの記事なんですけど、陸上でカメラクルーがコースに出て選手がコードに引っかかる事故と、所属は再発防止をということで、これね何かというと、日本選手権1万メートルとかってトラック400メートルのトラックを25周するんですけど、まあ、選手の中では限界まで走ってるので、まあ、調子が合わなかった選手、ピーキングが外れ、調子がこのレースに合わなかった選手に関しては、まあ、5000メートル、6000メートル、8000メートル、9000メートルってところで、まあ、その集団からどんどんと、集団から漏れていくので、で、漏れた選手って、まあ、レベルは多分ね、ほぼもう皆さんね、僅差じゃないけど、もう近いレベルでやってる選手だと思うんですけど、まあ、そこで調子が合わなかった選手は、外れて、その集団が遅れてって周回差になって一周差されたりするんですよ。一周遅れみたいな。はい。で、今回のレースも、まあ、トップ、相澤選手から、集団が遅れた選手が一周遅れになった状態で、相澤選手がゴールすると。で、その間に次の、集団が遅れた選手はラスト一周みたいな形になるんですけど、まあ、その中で、相澤選手に、こう、中継カメラマンが、まあ、テレビで放送するために、いい絵を撮るためにカメラマンが相澤選手に寄っていくんですよね。はい。そこで、この事故が起こったということで、事故、アクシデントが起こったということで、カメラマンのそのクルーというかカメラマンのカメラって、まあ一人だけのカメラでこう追っかけるんだったら多分いいというか、まあ競技場に、そのレース中にその競技コースに入るのはどうかなとも思うんですけど、カメラマンだけだったら、大丈夫だったんですけど、そのカメラマンのコードがついてたんですよね。カメラマン自体は、あ、選手来てるって言って、相澤選手の方にひょっと避けたんですよ。一連をこう通過していこうとした時に、一連を通過して相澤選手に、カメラを向けようとした時に、あ、後ろから選手が一人来てるということで、こう回ってった時に来たんですけど、まあ、その時に、カメラマン、あ、ひょっと避けたんですけど、そのカメラマン、後ろにコードがついてたんですね。はい。まあ、カメラって結構コードついてたりするじゃないですか。で、そのコードが、後ろにいた、そのカメラマンと、そのカメラマンの補助やってた方と合わさって、こうカメラがビーンと、はい、伸びちゃって、それが周回遅れになってた選手との接触のアクシデントがあったということで、これはですね、まあ、なんだろう。これね、日本、陸連の、まあ、ツイッターが投稿されてたやつで映ってて、僕もそれを見たんですけど、まあ、なかなかこう、すごい当たりをしてたなという印象ですね。なんだろうな、こう、まあ、再発防止っていうのは、まあ、まず絶対にしてほしいなっていうのと、再発防止は、まあ、必ずしないといけないなっていうのと、まあ、なんだろうな、あとは、僕らも丸尾カップという、月一の記録会をやってたりして、そこでも、
まあ、中継カメラみたいな形でカメラを導入してたりするんですよ。はい、そういったところで考えて、あ、自分たちもこう、まあ言い方がいいかわかんないですけど、反面教師というか、こういった事例もアクシデントもあるってことをね、改めて、思ってこう気を引き締めないとなと、思いました。まあ選手側からすると、トラック競技、トラック種目ってその前に何か避けなきゃいけないものがあるっていうことを考えないので、それこそ街中でその走ってるんだったら、急にここから何か飛び出るかもしれないとかなるんですけど、トラック競技です。トラック種目とかトラックレースってそういうことじゃなくて、もう単純に、もう自分の走路が確保してあるっていうことを含めて走ってるんで、その時のその衝撃っていうのはね、結構大きかったんじゃないかなということで、衝突した選手、サンベルクスの選手ということで、まあそのツイッターも拝見させていただいたんですけど、多くの方からご心配いただきありがとうございますと、選手を守るため再発防止を訴えるとともに、救急で検査に来ていますということで、今後に影響ないことを祈るだけですということを、まあ、ツイートをされています。まあ、その後のその選手の容態なんかもすごく気になるというか、慎重に考えていかないとなとは思うんですけど、この衝突ってどのぐらいの衝突かって分かりづらいかなとも思うんですけど、まあなんかそのカメラのコードに当たっただけじゃんって思われる方もいるかなと思うんですけど、そうカメラのコードが当たったところがね、あの動画見たら分かるんですけど、このカメラのコードがこうビーンと伸ばされて、そのカメラマンとそのカメラマンの助手さんがトラックをこう横切るような形でカメラのコードがこうビーンと伸びて、それが確かね胸あたりのところに来てたんですよ。で選手がそれを避けようとした時に間に合わなくて、そのコードが首あたりに接触しているような、首あたりで接触しているような感じだったんですよね。はい、まあなんて言うんだろうな、その衝撃の力っていうのは、例えばですけど、400m を選手たちの時速っていうのがですね、だいたいですね、まあ、約20キロ、時速20キロぐらいで選手たちは走行しているんですよね。で、その20キロで走行している時に、物に衝突する力ってどのぐらいなのかっていうのが、まあ、ちょっとわかりづらいんですけども、まあ、どのぐらいなんだろうな。まあ、なんて言うんだろう、わかりやすいというか、まあ、ちょっとね、僕らの日常生活でちょっと置き換えて考えれるようなものないかなと思った時に、まあ、自転車とかですね、走ってる時に、自転車でこうぐーっと走ってる時に、壁にドーンとぶつかるじゃないですか。この時の衝撃ってめちゃくちゃね、意外と衝撃強いんですよ。でその自転車でこう走ってる時って多分時速20キロも出てないんですよね、ママチャリとかだったらなおさら。1キロ2分50秒とか3分切るようなペースで走るってことは、多分自転車で、それこそ自転車競技やってる人じゃないとそこまで出ないんですけど、普通に自転車漕いでるだけだとそこまで出ないんですよ。でそれでその速さで、例えば壁に衝突した時のその衝撃の反発っていうのはめちゃくちゃ来るんですけど、まあ、それが選手の首周辺に来てるということを考えたら、それだけ大きな出来事だったと、捉えていただけると分かりやすいかなと思います。再発防止っていうのが大事なところかなと思うんですけど、まあ、それ以上に、まあ、このアクシデントに見舞われた選手の今後のその動向にも、ちょっと一番そこが大事かなとはなってくるので、まあ、引き続きその、まあ、サンベルクスの選手に関しても三田選手に関しても、今後容態が良くなってまたレースで活躍されているところを見えたらなと思うというところですね。はい、まあ、今日はねそんな感じで、まあ、日本選手権1万メートルすごく感動したというところと、まあ、起こったアクシデントに関しても、まあ、ちょっと触れてみて、同じこう、まあ、規模違えど、規模というかレベル違えど同じ陸上競技をやってる私からちょっと、ね、コメントさせていただいて、でプラス、同じく、規模は違えど記録会とか大会を運営している私からちょっとね同じく、コメントというかさせていただきましたというところで、今日の動画はそんな形で以上になります。ご視聴ありがとうございました。